ホンダインテグラタイプ R、インテグラタイプ R、インテイグラタイプ R は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、クーペ、またはハードトップ型の乗用車である。NSX タイプ R に続くタイプ R シリーズ第2弾で、インテグラのスポーツバージョンである。略称は、インテアール。1995年10月16日に、3代目。 インテグラのスポーツバージョンとして3ドアクーペ、DC2 型と4ドアハードトップ、DB8 型が発売された。搭載されたエンジンは、B18C スペック R 自家42.8リットル DOHC、ビテックで、ベースモデルの SI ビテックのものに対して、ピストン、カムシャフト、インテークマニホールド、エキゾーストマニホールド、液などの変更により最高出力を 200PS。 8000rpm として 20ps の向上を実現した初期型はエンジンのポート研磨を手作業で行っていた。またカムカバーには赤の結晶塗装がなされている。トランスミッションはエンジンの高回転化に合わせて25速がローレシオ化されクロスレシオとなった5速 MT でトラクション性能の向上のためヘリカル LSD が装着された。外装は タイプ R の専用車体色である、チャンピオンシップホワイトのほか、軽量アルミホイール、フロントのリップスポイラー及びリアの大型スポイラーを標準装備し、内装では、桃車製 360mm ケーステアリング、SRS エアバッグ非装着車、チタン削り出しシフトノブ、フルスケール1万 RPM のタコメーターを備えた、イエロー指針のメータ群。 NSX タップ R と金字及びレカロ社製バケットシートが採用された。なお、サンドアッシャではバケットシートの色を赤か黒に選択できた。後に追加販売されたボディカラー黄色では黄色のシートが採用された。軽量化のため、標準ではエアコン、オーディオ類、アンテナ、時計なども含むリアワイパー、遮音材などは省かれており、 フロントガラスもベースモデルより薄く、バッテリーも軽自動車向けのものに乾燥され、逆にモノコックフレームの一部は後半が厚くされるなどの補強がされている。前期型では SRS エアバック装備の有無でステアリングの変速比が異なっており、SRS エアバック装備のないモデルではよりクイックなステアリング変速比となっていた。百九十八年一月十九日に 発売された後期型、98タイプ R あるいは98スペックと呼ばれるでは、タイヤ幅のワイド化、195-215、ホイールのインチアップ、15-16インチ、ホイールナットも4ケツから5ケツに変更、ブレーキローターの体型化、ステンレス製4人一等長液ゾーストマニホールド、ヘッドライトの HID ランプ化、モノコックの光合成化、足回り、液晶の見直し、 ファイナルギアレシオのローレシオ化などの変更が行われた。これにより前期型よりも走行安定性が高まったが、面白みでは後退したと評価される場合もあった。1999年12月16日には、00、スペックあるいは99スペックと呼ばれる、初代タイプ R の最終型が発売された。平成10年アイドル規制に対応し、形式が変更となった。 EDC2G 回 DC2、EDB8G 回 DB8。動力性能は98スペックから変更がない。ものの、専用スポーツペダル、専用カーボン帳、パネル、電動格納式、ドアミラー、キーレスエントリー、デジタルクロック、オートアンテナ、AM、FM 電子チューナー&、CD ステレオプラス6スピーカー、プライバシーガラスなどを標準装備した。 タイプ RX が追加された。センターコンソール上に製造順を表すシリアルナンバーの刻印が導入された。2001年7月2日にフルモデルチェンジが行われた。このインテグラのフルモデルチェンジに伴ってプレリュードを吸収統合をすることになったため、4ドアハードトップを廃止すると同時に3ナンバーサイズで登場し、標準グレードと同時にタイプ R も設定された。 専用にハイチューンされた計20アンペア型時価42.0リットル d o h c i ビテックエンジンを搭載することにより、初代を上回るエンジン性能 220PS や、ホンダ車発のブレンボ車製、ブレーキキャリパーの際などで装備面を強化したものの、安全装備の標準搭載や衝突安全性を考慮したボディで総重量が1 0 0ラム以上増となったり、 フロントサスペンションのマクファーソンストラット化やスポーツクーペとしては広めの室内空間、トランクスペースの確保などで全高が高くなったためなどで不満の声もあったが初代同様世界最速の FF と言われ高い評価を得た。またハイスペックエンジンを搭載しながらも国土交通省が定めた低排出ガス車認定制度平成12年排出基準の有低排出ガス。 クリアし、十点一号モード燃費は十二点四キロメートル l 人燃費も八キロメートル l から十一キロメートル l 前後と、スポーツカーとしては、比較的低燃費である。長年シビックで開催されてきた、ホンダ主催のワンメイクレースも、二千二年より、初代シビックタイプ R から当社種に変更され、二千七年まで続いた、なお2 0 0年からは3代目シビックタップ R に、 変更。2004年9月16日にマイナーチェンジが行われた。大きな変更点は、ヘッドライト、通称涙目型がシャープな形状のものに変更された。またサーキット走行車などから不満の多かったサスペンションなどの見直しを行った。さらに、日本国内のみならず、日本国外でも、盗難被害に遭うケースが頻発したため、イモビライザーを標準装備し、 造反を狙ったが、回復には至らなかった。また、ウィング形状が、ロータイプのものに、サイドステップもタイプ S と同様の仕様となる、ローイング仕様、メーカーオプション設定した。2006年4月、日本の人口構成の変化に伴い、クーペ型乗用車のニーズが減り、生産終了を発表した。当初は、最後の300台を生産し、同年6月に終了する予定が、 惜しむ声が大量に寄せられたため、最終的に150台増産で1ヶ月延長の同年7月に生産終了した。2019年現在、海外の窃盗団による盗難が相次いでおり、注意が必要である。初代、二代目ともに生産終了後も中古車市場では、人気車種として、状態の良い,いものは高値で取引されている。しかし、2007年に、 埼玉県、栃木県を中心に、タイプ R を専門に狙った連続盗難券があり、窃盗団20代の男7人が2008年2月に逮捕されている。特に2代目は、初代の人気影響で発売当初から盗難被害が多い車種であり、自動車保険の車両保険料率クラスは最も高額な旧クラスとなっており、タイプ R の影響を受ける形で、標準車、 DC2 型 s i ビテック、DC5 型 S、タイプ S の保険料が割高となる現象も生じている。一部の損害保険会社では、ナイキでタイプ R グレードの保険引き受け付加とするところもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。